もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は、水陸両用ガンダム、それがアトラスだ。はい、今週の新機体は機動戦士ガンダムサンダーボルトからアトラスガンダムが実装。7ステップ目でアトラスガンダムと新カスタムパーツ、オーバーチューンフレームが手に入るステップアップ抽選配給を引いていくよ。しっかりと70連引いていき、見事アトラスガンダムとパーツをゲット。アトラスガンダムは600コストの汎用機となっておりますね。機体チェック。本機は地球連邦軍とジオン公国軍の技術を合わせて開発された機体。重力下において高い汎用性を獲得しており、サブレッグはアトラス専用のフライトユニットと呼べる代物で、可動アームを用いて位置を変更することで、地上のみならず空中でも高い機動性を発揮することが可能な機体。武装チェックの前に、今週のアップデートにより、フリー演習中は蓄積よろけ機の可視化、タックルでの強制カウンター、磁気の HP 調整などが行えるようになりました。武装はレールガン、ビームサーベル、ベロスメデューサ、ビームサーベル2頭、アサルトライフル、アサルトライフル付属グレネード、レールガン、オム弾速の実弾速よろけ射撃、貫通効果が付与されており、射程も500メートルと超射程ですが、マガジンが3発と少ない。ビームサーベル、切り替えが早く2撃目が通常 50% のところを 70% 補正と強連撃。しかし下格闘が結構踏み込むので N 下格闘を決めるのは難しめ。ベロスメデューサ、威力200を8発同時発射。とすると変形やフライトシステムなどへの移行を阻害。また、変形中やフライト中の機体に当てると強制解除。デバフ付与時間は6秒。ビームサーベル2頭、下格闘が 90% を2段の 180% 格闘。こちらも非常に踏み込むため、N 下格闘をしっかり当てるのはかなり難しい。アサルトライフル、25発当てることで蓄積よろけが取れるバリバリ。レールキャノンと組み合わせれば案外ガリガリ削れる。マウントグレネード、これ系の武装では珍しくマガジンが3発と扱いやすい。スキル水中機動射撃により、水中ではスラスターを吹かしながらレールガンを放つことが可能。また、サブレッグ制御機構により地上及び水中でのフライトが可能。サブレッグ制御機構発動中は照準方向に向かって格闘を振るので、空からの奇襲が行いやすくなっておりますね。カウンターは通常時は連続格闘カウンター。機体 HP が 50% を切るとカウンターが特殊カウンターになり性能変化。それでは実戦の方行ってみましょう。600コストベーシック北極やっていくよ。早速の空中戦、ここで輝くのがベロスメデューサによる強制フライト解除。己は飛びながら敵のフライトや変形は許さない、とんでもない機体なわけですが、まあはっきり言ってこれ、強いですね。ベロスメデューサは効果も強いですが、ショットガンのように複数飛んでいくので当てやすく、フライト強襲機なんかはもう息できないんじゃないでしょうか。フライト開始時は2投した格闘を振ることで光極を消すとともに、移動距離を稼ぐことが可能。初動でやらなかったのは、もしフレンドリーファイアになった場合、無敵時間も少なく敵の濁流に飲まれる味方が爆散してしまうからですね。レールキャノンで取ったよろけからは、一投が切り替えが早いので、一投した格闘が確定しやすいですね。なので基本レールキャノン一投した二投した一投したでやっておりますが、火力で言うと1投下よりも2投下の方がかなり火力があるので、確定させれるような状況や、1投下では届かないような距離であれば、レールキャノン2投下1投下2投下もあり、格闘がダメージソースっぽい本気ですが、弾速のエグいレールキャノンが普通に強いですね。こちら地面に当てるとめっちゃサジンが巻き上がるので爆風ありそうな感じがしますが、爆風はない、もしくは激狭となっているので、弾速を活かして直当て推奨。レールガン、マシンガン、グレネード、射撃武装が全て実弾なため、ビーム装甲を盛りがちな環境で刺さりますね。ここで緊急回避からのカウンター。悪乗りする客には退場してもらいましょう。ちなみに本機は汎用機にもかかわらず格闘判定が強、中判定と勝ち合えば一方的に競り勝てるので、強気の格闘ブンブン丸ができますね。
かなり粘りましたがここまでか、タックル吐いたのが失敗でした。アトラスガンダムの戦闘 BGM、どうせならジャズにしようかと思ったのですが、いろいろ利用可能なジャズ調べたんですが、コメダコーヒーで流れてそうなジャズしか見つけられませんでした。エビカツファン量多すぎ。そんなアトラスガンダム、本領を発揮するならやはり3次元セッカス、近距離よりマップじゃないでしょうか。北極基地、廃墟都市、この辺の設定が高い気がしますね。空を舞うアトラス、しかしベロスメドゥーサで許さない。フライトをキャンセルするだけで、敵が落ちるわけではないのですが、フライトや変形スキル使用中の、太陽ロケ能力で落ちにくくなっている機体が多いので、アトラスやガブスレイなどは強制解除後のふわっとしている間に結構撃ち落とされていますね。あ、これやらかしたかも。おーおーおー。はい、というように N 下格闘はすり抜けやすいので、下一段がベターですね。わずかなスラスター管理の差がオーバーヒートか否か、成果値を分けることもままあるので、この2等下格闘キャンセルは、フレンドリーファイアしないか安全確認してから積極的に使うのがいいと思いますね。フライト使用中はわずかではありますが攻撃力が低下。そしてスラスターを使用し続けているので、格闘コンボに入る際に大体フライトをオフにしております。あまりにも高高度でオフにするとドッスン着地してしまうので、フライトをオフにするタイミングは、これぐらいならスルッと着地できるかなぐらいの高度。高低差を生かしてこそのアトラス。フライト急降下格闘。フライト機は操作が特殊ですが高速の宇宙戦闘に比べたら8ビートみたいに楽勝ですね。今回のカスタムパーツでは脚部装甲をつけておりません。本機はそもそも足に被弾しにくく、足が壊れてもフライトできるので優先順位は低いと考えました。地味に刺さるバリバリバリ、射撃能力も高い、強すぎる、といったところなんですが、本機は弱点もありますね。それは耐久性能。対 HP はこのクソデカヒットボックスなのに平均値を900下回り、防御補正合計値も平均値を2下回る66、配具オプションには 35%、サワン装備にはダメージを 30% カットする干渉剤が備わっておりますが、全然ヒットボックスを鑑みると脆いんじゃないでしょうか。射撃も強い、とは言いましたがそれは相手の強ついた射撃だからであって、正面切って射撃戦をするとヒットボックスの差でかなり振りを背負うと思いますね。格闘も射撃も、フライトを生かした意識外からの攻撃が重要な機体じゃないでしょうか。攻撃補正は格闘よりで合計値は70と平均値より10高く、優秀な武装と相まって火力を出しやすいですね。機動力は非常に良好、さらに本機は地上適正、水中適正も保有しているので、スラスターの燃費や通常移動のスピードも向上。フライト起動によっても機動力は向上するので、半端ない足回りとなっていますね。この状況、もしかしてまずいんじゃないんですか？逃げ場がない、3機のモビルスーツに囲まれてます。原作でもこんなシーンあったな。とはいえアニメじゃなくてゲームなのでどうにもなりません。しょうがねえ、アトラスガンダムが波のモビルスーツとは違うってとこ見せてやりましょう。レールガン、弾速が速いので勘で避ける緊急回避を取られづらいのもいいですね。ご覧ください、アトラスガンダム特殊カウンターです。特殊カウンターを見せるノルマを達成しました。やったぜ。疲れー。先日までイベントを実施中だったバトーペ、なんと今週からも春のファンマ、間違えた、春のバトーペ祭りが開催。毎週10連抽選配給が無料だったり、定められた任務をこなすことで機体などがもらえたり、バトルアライアンスとのコラボ機体が販売してたりと盛りだくさん。残り時間と機体 HP が微妙すぎる。このままこそこそ隠れるか、一か八かで突撃するか、非常に悩ましいですが、前方の表示、見せたい、見せたくない？つまりは、突撃あるのによ。ナムさんが聞こえたらワイガクターイズや。最後の出撃、15秒もあれば十分。そう、格闘コンボを決めるのにはなぁ。緊急回避を吐けなかった己を呪いな。ビームマシンガンなんかで止まるものか。ダメじゃないか。こういう時はタックルでカットしないと。あわわ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 、危ないー。
トラスガンダムでした。フライトを扱えて車線管理ができるなら十分強いかと思いますね。それでは今回はこの辺でー。